この上段全盛時代、その後はしばらく群雄割拠が続いたんですが、はい、平成に入りますとこの宮崎そうですね、正弘の時代になります。はい、平成2年初出場で初優勝、そして平成3年の大会でそれまで誰も成し遂げたことがなかった2連覇を達成します。そうですね、